はい、皆さん、こんにちは、リットです。さあ、今回ですね、毎週やらせていただきます。今期2024年夏アニメ、配信人気格ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回は今度第8週目の配信企画トップ10ということで、いつもより全部で、5サイトですね。DI メソードさん、Amazon プライムさん、Netflix さん、ABEMA TV さん、GM スタンダードさん、それぞれの第8週目トップ10順番に紹介していきたいと思いますということで、ニコニコ動画はもういよいよアニメ復活っていう感じですかね。配信も始まればね、そうそうランキング前みたいに紹介できるかもな。まあ、多分今期は難しいですね、どのうちね。まあ、来期からかな。来期ができればいいかなぐらいね、感じでですね。まあ、ひとまず、D アニメ、Amazon プライムビデオ、Netflix、GM まあ間違いなくやって、アベマ TV さんもね、なんか前も言ってましたけど一週今遅れてる感じですし、出ない週もあったのでちょっとわからないんですが、基準がね、まあまあ出るときはしっかりね紹介したいなという中でですね、まあ今期ですね、いやなかなかね順位の変動起きてると、まあ配信人気って大体このまあ3週目4週目ぐらい終えるとですね、あんま変わんないもんでね、まあ1作品2作品が動くっていう感じなんですけれども、今期はですね、結構動いてまして、まあ、全体的にはぶっちゃけやっぱ下降気味ですね。結構序盤勢いがあった作品が多くてですね、ちょっと、あれ、この作品ランク外れてきちゃったな、みたいなところがね、結構あったりするんですが、そんなね、まあ、だんだん、まあ、今期も進んでったら、まあ、今の中間ぐらいがやっぱ一番盛り上がりづらい時期でもあるんですよ。やっぱこう、まあ、序盤盛り上がります。で、ちょっと中盤落ち着いて、で、こう、終盤でまた最終回だからバーって盛り上がるっていうような、まあ、マイクルマこんな感じなんですけれども、そんな中でね、全体的に加工してる中で、一つだけもうぶち上がってるやつが来たぞと。ああ、もうちょっと人気爆発しちゃってるの来ましたよ、ということで、ちょっと今期面白くなってきたな、というところでですね。まあ、操作機もちろん話しながらですね、全体、配信ランキング、皆さんで見ていけたらと思います。ということで、まずですね、DI メソさん、第8週目トップ10から紹介していきます。DI メソさん、第8週目トップ10、それが、こちらでございます。ナローの王。天すら第3期またもや1ということで、もう総集編やろうがね、もう特番、てか放送中止しようがもうずっと1位っていう、もうバグというかチートを、繰り出してる天すらがですね、今期はもう鹿の子に2週目1位取られて以外は全部1位、しかも前期もずっと1位というところでですね、はい、驚異的な強さを、見せていると。いうところで、そういう意味ではね、改めて最初の時、鹿の子は、まあ、この時は天すら5位なんでね、まあそういうのも、まあ5位、6位か、なんでね、そういうのもあったかもしれないですけど、天すらはそれよりはずっと1位っていうね、ちょっとえぐいですね、本当にね。まあ普通、まあほんま、今放送あるんでね、で、まあどんどんこれから多分、開国祭、ね、まあ話的に盛り上がってくるんで、まあもう1位変わんないだろうって感じなんですけど、はい、やばいですね。で、2位がパリーですね。で、ここ変わらずで、3位に前回外れ枠ですね、総集だった外れ枠がランクが外れてたんですけど、また3位に上がってきたよというところですが、もともと2位だったんでね、これどう動くかっていう感じですけれども、はい。まあでも、外れ枠もパリーも面白いですね、これね、はい。っていうところでね、まあ、パリーがめっちゃハマっててね、外れ枠やっぱ 6話がすごかったなって感じだったんですけど、配信機高いです。で、第4話が、ロシデレですね、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさんということで、まあ、ロシデレはですね、まあ、ここ最近僕もずっと辛口感想を続けていてましてね、でも批判意見しか見当たらないみたいになってきてですね、もうヒロインのね、可愛さ、魅力、ピカイチだぞと思いながらですね、まあ、ストーリーがっていうところなんですが、まあ、配信機、まあ、今回順位落ちたというよりはね、外れ枠がまた復活したんで、まあ、単純に繰り下がったけど、元の順位戻りましたね。で、最後、推しの子2期という、推しの子2期もやっぱ思ったら上がらずっていうところでしたね。やっぱ、天すら3期がこんだけ強いのを見るとね、なんか推しの子2期、やっぱ D アニメ、前やってたのまあ1期ですけどね、あの時は、まあ、鬼滅の次にずっといたんで、なんかそういう意味では意外な感じではありますよね。第6位ですね。負けヒロインが多すぎる、上がってきてるということでね、ちょっとマキーンがですね、ずっとめっちゃ評価高いのに、円盤も一番売れそうなのに、海外人気も高くなってるのに、配信くるみませんずっと言ってたんですけど、配信機がね、いよいよ出てきました。はい、ということでね、マケインがね、こう、まあ、いわゆる一般層まで広がるのかとかいうところがあってですね、まあ、オタク層にはもうどうやってもぶち刺さってると、今季で一番人気なんで、もう一目瞭然ぐらいの人気でですね、もうね、何の動画出してもマケインのコメントつくんじゃないぐらいの、ね、勢いでですね、まあ、見てる方ももちろん増えてますし、やっぱ評価の声もものすごく、高まってる。まあ、特に最新話ですね、7話がめちゃくちゃ神回だったもんですが、よりね、話題になってるというところなんですけれども、やっぱこう、なかなか普段アニメ見てない層にはね、まあ、やっぱ広がっていかないかなっていう話もあって、しかも、まあ、7話とか8話とかまで来てる作品がですね、なかなかここから人気出るって難しいわけなんですけども、やばいっすね。
まあ、全オタクに刺さってるのか、まあ、それともちょっとずつね、もうちょっとずつだとは思いますけども、ね、あの、普段アニメ見てない層にも刺さり出してるのかっていう感じも、してくるぐらいですね、マキーン、人気上がってきたというところで、まあ、当初はですね、もともとは、ランク外か。ランク外から始まって、最初9位か。9位で上がってきて、そこから9位がしばらく続いて、前回外れ枠がない状態で、7位まで上がったというところで、まあ実質8位だったんですけど、また2ランク上がりましたね。前回ね、上にいた杖剣のウィストリアとにぎわかを抜いて、6位に来たというところで、ちょっといよいよね、来てるぞという感じがしてましたし、まあ、やっぱこのオタク評価絶大というところで、もうオタクがオタクを呼ぶという感じだったと思いますけどね、現状はね。はい、というところで。まあちょっとマキーン、やっぱね、確かにその、普段アニメ見ない層まで広がるには、やっぱまだパワーがね、その、例えば主題歌とかね、うん、やっぱこう、まあ例えば推しの子で言うとね、まあ、一気の、まあもちろんその推しの子ってかぐや様の作詞さんの作品ですが、まあそういうのもあったと思うんですけれども、はい、まあアイドルっていう、まあ例えばマッシュルとかもそうですけどね、やっぱこう主題歌がバンってヒットしたりとか、まあ別れてても鹿の子みたいなのそうじゃないですか、本日やったね。見てもらうきっかけっていうところ、やっぱり現状口コミだけなんで、ね、なかなか難しいとは思うんですけど、はい、まあ、結構面白いんですけどね、こうなんかパッとね、一発でポンってくるやつがね、ないとなかなかね、だってここから挽回するっていうのは難しいと思いますけども、でも挽回してきてるわけです。イエーイ、シャイ、はい、ということでめでたいと。で、ね、杖剣のウィストレ、第8位が逃げ若という、これ。逃げ若やっぱ思ってる伸びないっすね。まあ、確かに、なんかその最近、おもろかった神回みたいに来てないですよ。毎回面白いは面白いんですけど、やっぱ思ってる伸び悩んでる印象が強いですよね。こら、死んだらどうするの、やっぱ一夜のね、インパクトは超えてこないのかもしれないですね。第9位が異世界ゆるい気候。第10位、ヒロアカのラキ入ってきました。ということでね。まあ、ヒロアカは基本的にプライムビデオはね、まあ、最速なんで、やっぱプライムビデオ人気なんですけど、D アニメもついに入ってきたということで、やっぱ完結でめちゃくちゃ盛り上がってますね。まあ、アニメめっちゃ面白いですから、ヒロアカ。10位、さすがですね。まあ、さすがですね。で、まあ、10位なんでね、そういう意味では低いんですけど。はい。で、11位が、男女の中の人というところになりまして、テンスラがですね、これで、もう6週連続1位というところになりまして、おめでとうございますというところの、一方でですね、鹿の子の子の子虎視眈々がですね、ついにランク外、2週目1位だった作品がランク外っていうか、まあ、あの1位だった作品って、まあこの配信機、まあ点数がこんだけ1位取って見んでも分かると思いますし、多分順位ほとんど変わってないじゃないですか。こんだけ落ちるってやっぱ異例なんですよね。っていう意味では、まあ、そんだけその開幕が成功したとも言えるし、こんな落ちちゃうんだっていう、なんか配信機ってね、あんま変わんねえから意味ねえじゃんって思ったんですよ、僕も。やっぱ紹介してる中で。もちろん変わる部分があるからね、そういった人気作品が負けみたいに上がってくるから面白いんですけど、あんま変わんねえじゃんって思ったんですけどね、やっぱ、評価が下がったりとか、まあそういう最初のバズとかね、例えばその、最初バズったからといってずっと人気なわけじゃないんだなとかさ、そういうのもいろいろ、なんかすごい今回コンティでなんかいろいろと、なんか情報を得たというか、なんか学びを得た感じだったんですが、いやーでも外れちゃったか。僕はね、なんだかんだね、こんなこと言いながら、毎週水曜日ね、一番最初に見るのは鹿の子の子の虎視眈々ですよ。なんかね、なんか中毒性あるんだよ、あのアニメはね。はい、っていうことですが、そういう方ばかりじゃなかったようでですね、ランク外になっちゃったというのもね、ありました。はい。で、Amazon プレミアムですね、続いて、なんていうか、Dアニメはこれで以上となりまして、Amazon プレミアムさん、第8締めトップ10。今回ね、水曜日調べというところで、いつもなんか金曜日とか調べてね、推しの子は有利に決まってんだろう、みたいなコメントもありましたんでね。確かに、まあなんか、まあ、ちょっと難しいんですけど、何の曜日っていうのは、毎回ね、難しいんですけど、ちょっと今回気分を変えて、ちょっと水曜日ちょっと早めに撮ってみましたというところで、第8締め、トップ10ですね、紹介していきます。Amazon プレミアムさん、第8締めトップ10。それが、ゴーこちらです。ハンターハンター1位もう富樫先生、もうみんな待ってますよ、ジャンプ週刊連載復活。まあまあまあ難しいのは分かってますけどね。でまあ10月にですね、掲載ってだけでね、まあだからそもそももう不定期掲載というか、多分別に週刊連載じゃないっていうところでね、ハンターハンターはジャンプの連載作品のところにも載ってないぐらいなんですが、ねえ、もうこんだけ話題になるっていう。で、38巻の表紙どうしたみたいなとこ話題になってましたけど。ちょっとハンターハンターもね、僕はね、実はね、やっぱこう、結構原作も読んだんですけど、まだやっぱ最新まだ追いつけてなくて、っていうのがね、これ毎回言い訳っていうか、毎回言い訳は本当にガチでそれで読んでなかったんですけど、追いついたら完結しないから読むなみたいな。高校の先輩めっちゃハマったハンターハンターで、面白そうですねって読んだ方がいいですかって言ったら、ねえ、もう原作止まってるから、みたいな。もう読んだらお前終わりだぞみたいなね、もう抜け出せないぞみたいなね、話を言って、実は読んでなかった過去があるんですが、ハンターハンターがね、すごいですね。ちょ、アニメ見てみたいな。人気やばくない？なんか。
1テンスラ2ということでね。で第4位マケイン、何度も何度も負けてやれ涙そのデビートよぐれ。マケインやべえ、マケインやべえっす、マジで。あ、マジで半端ないことになってきた。アマプラも4位まで来た。まあ、D アニメストアはやっぱね、まあもちろんアニメ好きな方がたくさん契約してるに決まってるんだけど、D アニメなんだからね。アマゾンプライムでこんだけ上位来るってすごいですよ。4位ということで。まあ、やっぱ7話は神回だったこともあってだと思うんですけども、とはいえさ、土曜の深夜ですから、てか、あれかな、マケインの配信時間の違いもあるのかな。そうなんだよね、こうないつから配信が始まるとかさ、そういうとこもね結構関係してくるんで、デイリーだと。まあほんと Amazon プライムウィークリー出してくれよっていう感じなんですけどもね。Amazon プライムは、あ、待ってよ、これは怪しいです。7月16日12時から、新月まで、これ怪しいぞ。はい、すいませんでした。あの火曜日の12時からだったね。まあそれは強いよってまあね、でもね、別にその配信スタートすぐやったからって上位に来るわけじゃないんで、まあそんな簡単にね。うん、それは、例えばその推しのことがこういうレベルの態度ね、逃げ分かったら来るに決まってるんですけど、はい。マケインですね。頑張ってます。はい、4位です。第5位が推しの子ですね、人気。第6位、逃げ分かというところで。まあ、やっぱさすが人気ですけどね。逃げ分かも思ったより上がってこないと、いつしっかり人気ではもちろんあると。ね、いうところですね。第1位、ヒロワカ。第9位、杖杖のミスル。第10位、鹿の子の子の腰たんたんと言われ。ね、鹿の子の子の腰たんたんもね、良かったです。ね、もう完全に買い直すと思いましたが、アマプラしっかりトップ10入ってました。はい、ということで。ですが、なんとね、コンティアニメでもなんでもない、ハンターハンターが1位でございます。おめでとうございます。みんな見てんの、もしかして。みんなもうそろそろ追いつくしかないか見て、見てんですかね。ハマっちゃってんですかね。ちょっと僕も読みます。はい、1です。おめでとうございます。なんでやね。強すぎるやろ。はい、では、続いてですね、ネットリックさん、ダイヤ締めトップ10紹介します。ネットリックさん、ダイヤ締めトップ10、それがこちらでございます。ジュエンジたち1位。ちょいちょい待ってくださいよ、ネットリックさ、ドラマとか映画ですかね、もう押されに押されてねえ、推しの子しか入んないっていうしかも推しの子は2位だったところから6位に落ちてるんで、もうこれは推しの子はいきなり人気落ちたというよりはね、多分最近始まったドラマとか、まあ、ブラックペンはこんだけ上にいるからちょっとあんまり言えないんですけども、はい、で落ちたというところです。ちょっと一気に落ちすぎですね、それにしてもね。んだし、ロシデレとかにぎわ、まあ、にぎわかは前回もずっと入ったんですけど、にぎわかもね、ランク外になっちゃって。ちょっとネットリックスね、ドラマ強いんですよね。もう地面師たちもう目ん玉飛びるぐらいもなかったんでね。はい、というこれ。ちょっと寂しい結果にね。まあ、なんちゃって。これはまあ、アニメの失速っていう捉え方もあるかもしれないですけど、まあ、ぶっちゃけとドラマがバンって始まったりとかね。まあ、そのドラマも強いですからっていう感じではありますけどね。はい。推しの子に騎士が入らず6位。いやー、ちょっと困りましたね。はい。では、次ですね。第8名。アベマ TV さんトップ10紹介。トップ5ですね。こちら紹介します。アベマ TV さん、第8名トップ5。それが、こちらでます。テンスラさんに DIM ソーに続いて1位。ということで。珍しくない？なんか一競争でもやってたかな。ほんとね、アベマはね、なんかその24時間とか24時間で全話一競争とかそういうのが入るっていう話なので、でもテンスラ1位なんていつ以来？え、でもほんと、ね、もう初めてじゃない？トップ5始めて、3期始まってから初めてですよ、1位。うん、でもびっくりなんですけどね。トップ5もほとんど入ってんの見たことないぐらいですね、正直ね。あ、入ってる時あった。2位になってる時あった。1位は初めてですね。うん。今季はずっとトップ5にも入ってきてないぐらい、あ、5位に入ったりとか、1周目で5位に入ってるぐらいかな。びっくりですね。何があった、なんかまたこれ微競争してたんですかね。で、新米おっさんですね。これはアベマ最速で、僕も確かにアベマで見てますけれども、2位っていうことで、なんか推しの子はね、ずっと1位取ったんですよ、アベマね。推しの子が3週連続1位取ったんですけど、いきなり3位で、どうしたみたいないやいや、そんないきなりここ脱落するわけないやろみたいな感じでですね、いきなり順位が落ちるっていう、なんかよくわからない事態が起きたんですが、まあこれは競争やってたんでしょうかね。推しの子2期とか再生やばいですからね、アップまで見てもね。はあ、まあ、ということで、3位と。第4位が物語シリーズオフ&モンスターシーズン。第5位パリーというところでね。はい、ちょっとまさかのテンスラと新米オスさんが1位でびっくりだね、ランキングの形になりました。まあなんかね、確かに前期だったかも、結構前はね、ほんと毎回なんか全めっちゃランキング変わるみたいなのがあったんで、そういう意味では最近安定してたんですけど、また変わりましたね。ちょっとびっくりでしたね、これはね。はい、では、ラストですね。 GM スタンダードさん、ダイヤ締めトップ20紹介して以上となります。 GM さん、ダイヤ締めトップ20、それがこちらでございます。おーしの子200ポイントを圧倒的中ということでね、
とまあ今回の、ね、結果だけ見るとですね、まあ確かにネットニュースは唯一アニメで入ってたりとか、まあアベマはずっと1位だったのが3位になったりとかね。まあやっぱこう、アマゾンプライムもですね、毎週その木曜とか金曜とか金曜ぐらいかな、撮ってたんで、もう推しの子がね、その放送配信始まったばっかっていうのもあったんですけど、今回5位というか、ディアニメも5位っていうところで、まあそんなにぶっちぎりなのかみたいな感じで、やっぱし、まあぶっちぎりというか、まあ1位なのかみたいな感じも正直するんですが、まあ今回ね、まあぶっちぎり1位と。まあずっと言うね、もう推しの子は今季はやっぱ1位だよね、というところで。まあてか、ここまで来てなかなか切らないよね、もう。2期までここまで来てさ、ね、また最新話とかも消費展開って、原作が盛り上がってて、まあ、じゃあアニメ見んのやめようとはなんないですね、それ。っていう感じでですね。まあまあ、それはまあ予定通りの1位というところでしょうか。はい。第2位が地面師たちですね。地面師たちも全く落ちないね。マジでおもろいっす。はい。布教しまくってます。アニメ布教しようって話だな。すいませんでした。はい。で、第3位、テンスラ。テンスラなんか上がってきたね。なんかテンスラめっちゃ人気あったもんな、今回な。なんか人気ですね、テンスラ。何があったんだ。はい。第4位、コーナン。第5位、ヒロアカ。第6位、ワンピ。第7位、キングダム。第8位、はい。なんか配給上がってんな。第9位、鬼滅。第10位、逃げようアカ。まあ、逃げようアカも2ランクダウンでありますけど、10位ですね、引き続き。で、12位、ラーメンアカネコ。ラーメンアカネコマジ人気じゃないこれ。で、13位が鹿の子の子の子。3ランクダウンの13位。まあでも、依然としてトップ20に入ってると。で、14位、ミュウですね。ミュウ404。あの、僕、ラストマイル、明日見に行きますよ。なんか徳川家康見に行きます、サブジャンで言ってたんですけど、なんかね、徳川家康がもうなんか全然もう、上映やってなかったんで、ラストマイルめっちゃ評判いい、よく、興行シーンも行ってみない。君の色見に行く。君の色見に行く、ついで見に行くんですけど、ついでっていうことにしょ、ついでっていうか、まあ、君の色がメインなんですよ、もちろんね。アニメ YouTuber ですから。楽しみです、山田監督ね。はい。まあまあ、で、ハンターハンター、なんでこんな、なんか配信始まったんですか、これ。ね。17位アンナチュラル。そのラストマイルと、なんかそのアンナチュラルとかミュウとか全部同じ脚本家の人とかなのかな。で、世界線が繋がってるらしいです。はい。で、見てください、18位。負けヒロインが多すぎる18位ランクいったーということで、ちょっとこれびっくりというかさ、ちょっとやりすぎじゃないと正直思ってて、あんだけさ、配信上にいたロシデレがずっと入ってこなくて、なんで負けヒロインが入ってきたのかみたいな、ちょっと疑問は正直あるんですよ。今期の序盤とか、序盤っていうかまあ前回とか言っても、ロシデレめちゃ人気なので、配信見てもね。うん、海外人気もめっちゃ高いので、なんで入ってこないのっていう感じがね、逃げ場が入ってたらまあロシデレも入るでしょうぐらいな、ね、原則めっちゃ売れてますから、ちょっとそこ疑問はまあ依然として残るんですが、負けインがね、ついに入ってきたというところで、配信人気もいよいよ上がってきたじゃないですかね。ちょっとこれまだ上がるんじゃないですかね、これ。はい、ということで、まあ、最新話神回というところでねありましたけれども、ちょっとこれは最終回までまた面白いことになってきたなというところで、まあ唯一ぐらいですよね、やっぱその配信人気がなかなかどうしても上位に来ないっていうのはあったんですけど、いよいよこう順位がどんどん上がってきたというね状況になってまして、もう文字通りの大人気、大ヒットという感じに、ね、なってきました。はい、まあ、現在も10番が追いつかないぐらい売れてるというところですし、はい、ということでね、マケインが18位でございます。はい。で、ロシテルはやっぱ入らず。まあ、この、今の評判だとなかなかね、ここから入るのは難しいのかなと思いますが、まあ、やっぱこうやってね、まあこう、実際アニメの評判がいいとか、アニメが面白いっていうことで、実際こう、配信機上がってくるっていうのは非常に嬉しいことだし、マケインってそんなにめちゃくちゃバズるみたいなタイプじゃないので、そういう意味ではすごいですね。自力でこんだけ上がってくるっていうのは、はい。なかなかね、凄まじいなっていうのはね、思ってます。いや、おめでとうございます。はい。っていう中でね、やっぱ推しの子がまあめちゃくちゃ強いというところで、一同のおめでとうございまーす。はい。まあ、やっぱこの新作がね、なんかこれやっぱこのトップ10っていうか、この上位1位争いとかに加わってきたら面白いんですけど、やっぱ上位見てもね、推しの子、テンスラ、ヒロアカ、続編強っていう感じなんでね。やっぱ人気はやっぱね、なんか思ったよりも、なんか盛り上がってない感じもします。まあ、話的には別に面白いんですけど、まあ確かにね、なんか、うわー、逃げ場かっていう感じではないかなっていう。感じですね。はい。っていう中で、いや、マケインが2に入ってきたのはちょっとね、正直びっくりしましたね。いや、配信はなかなか入ってこないかなみたいな思いあったんでね。はい。っていうところでは、いよいよですね、オタクだけの人気にとどまらなくなってきたのかもしれないなという感じでございますし、はい。もう、今期はもうマケイン見なくて何を見る状態になってますんでね。皆さん、夏に見るのぴったりと、もうすぐ夏も終わっちゃいますよ。見てください。はい。ということで、まあ、マケインもね、こうランク上がる中ですね、総合的にはもう推しの子が1位という中で、テンスラもですね、かなり順位を全体的に上げまして、テンスラが2サイトですね、1位を取ってきたり、Amazon プライムはハンターハンターが1位を取ったりというところでね、ネットリックスアニメが推しの子しかなかったりというね、なんかすごいランキングに
なっておりました。はい、という感じで、今回ですね、今期2024年夏アニメ配信人気、第8週目のカグランチのトップ10の紹介は以上となります。楽しくありがとうございました。皆さんね、ランチに対する感想、ご意見などコメントお待ちしますしですね、この配信人気とか、個人的ランチに感想とかで、ね、動画出していきますんで、ぜひお気にチャンネル登録、高評価もします。嬉しいです。ということで、まだこっからね、負けが上がるかもしれません。それがもね、変化あるかもしれないので、楽しみです。はい、ということで、以上となります。ご視聴、最後にいただき、ありがとうございました。